デビット・テイラーは、ノースカロライナ州、ステーツビル出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションは、オフェンシブタックル。チャペルヒル高校時代は、アメリカンフットボールと投てき競技をしていた。ノースカロライナ大学、クレムゾン大学などからも注目されていたが、高校3年の時に足首を負傷したため、カタウバ大学以外からは、リクルーティングされず、同大学に進学し、 アメリカンフットボールでは、オフェンシブタックルとパンターを務めて、砲丸投げも行った。大学3年の時に膝を痛めて医師より二度と、アメリカンフットボールはできなくなると言われたが、翌シーズン怪我から回復して、ナイアのファーストチームに選ばれた。1973年の NFL ドラフト5巡目で、ボルチモア・コルツに指名されて入団した。 彼が入団した当時のコルツはジョニー・ユナイタスやジョン・マッキーラによる全盛期が過ぎチームの再建期にあたり同じ年のドラフト4巡ではルイジアーナ州立大学の QB バート・ジョーンズが指名されていた。1974年から QB のブラインドサイドを守るキーマンである先発レフトタックルとして先発出場をするようになった。彼が入団してから2年間は チームは低迷したが、ハワード・シュネレンバーガーから、テッド・マーチ・ブローダにヘッドコーチが交代した1975年から1977年までの3年間で、チームは31勝11敗の好成績を上げた。テイラーのパスプロテクションで十分な時間をもらった、ジョーンズはダウンフィールドのロジャー・カー、グレンド・ティー、オープンになったライデル、ミッチェル、ルーズベルト・リークス、 ドンマカウリーラにパスを通し続けた。怪我のため1978年シーズンを棒に振るった彼は1979年復帰したがその年で現役を引退した。当時 NFL を代表するディフェンスラインマンであったピッツバーグスティーラーズのミンジョーグリーンをノックアウトしたこともある。ありがとうございます。